住まい北山博光も8月退場へジャニーズ事務所は泥船なのか逃げ得なのか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 キスマイフト2の北山博光37が8月31日でジャニーズ事務所を退所すると7日に発表され、やめジャにに幸あれ、なんて書き込みもあった。北山の退所の噂は以前から報じられていて退所に向けた話し合いは昨年秋頃から続けられていた。 小ジャニー北川氏の性加害問題が大騒ぎになる以前から北山は辞めるつもりで慌てて逃げ出したというわけではありません。スポーツ紙芸能担当デスク。今年に入って、すでに事務所を去った V6 の三宅県、ジャニーズ JR のインパクト大勢の7人全員。 キング・アンドブスの平野紫耀、神宮寺勇太、そして9月30日に退場予定とされる岸優太も、それは同じだが、ネット上には、タイミングが良かった、なんてエールを送るファンも少なくない。ファンの中でも今後はジャニーズのタレントというだけでネガティブに見られる事務所はすでに沈みゆく泥船と見る向きが増えている。 元スマップへのメンバーしかり、今後は忖度が薄れてやめじゃにに追い風が吹きそうだから、言葉は悪いですが、今なら逃げとくというわけです。確かに業界内でも、藤島ジュリー稽子社長の現体制ではもう持たないんじゃないかという雰囲気が漂い始めていますけど、前でのスポーツ神芸能担当デスク、退場ラッシュが加速するのでは、 そんな声も強まっているが、逃げとくというほど甘い世界ではなさそうだ。退場後も踏ん張ってこられた今のやめじゃにたちは逆に言えばジャニーズの意向がなくてもファンや、そしてテレビ局など業界関係者に支持され続けた一部のスターだけです。もともとジャニーズじゃなかったとしても、芸能界でそれなりの地位を築けたであろう魅力と実力が備わっている。 それじゃあ、今、看板なしでも売れるだけのスター性を持ったジャニータレがどれだけいるか。ジャニーズは年少1000億円とも言われる巨大企業です。成果外問題はきちんとけじめをつける必要はありますが、そう簡単に潰れないし、周囲だって潰さない。なんとかしがみついた方が、得なタレントの方が多いんじゃないですか。在京キー局関係者。 逆風が吹き始めた途端に退場するタレントに世間がどう反応するかも微妙なところだ。いずれにせよ、看板しかないジャニタレに待っているのは地獄だろう。コメント。個人的に泥風ね以下だと思う。謝罪も会見ではなく映像のみ、第三者機関を置かない調査、社内調査のみ、もっともらしいことを言って第三者委員会を置かない処置だけどもみ消し。 これ以上被害者の増加をしたくないから、社内調査でやり、公害しないようにする。ジャニーズのターニングポイントはスマップを起きた時点で崩壊は始まったと思う。会社のコンプライアンスにうるさい昨今で、ジャニーズのあの対応はないですね。CM にしろドラマにしろ映画にしろ、お金を出してくれるスポンサーがいて成り立つ商売です。スポンサーたちも企業イメージやコンプラにはうるさいので、 このままで済むとは思いませんが、個人的には受け皿があるならすぐにでも逃げた方が良いと思います。マスメディアはうやむやにしたいような雰囲気を出してますが、事務所、会社側がしっかりとした対応をしないと今後確実にスポンサーが離れていき近い将来仕事が激減することが想像できます。 何よりもごたごたしている中で仕事を続けるのはタレントにとっても大きなストレスだと思います。現在の環境を切り離し、新天地で全力で活躍してもらった方がファンも喜ぶんじゃないでしょうかね。ファンは事務所じゃなくタレントについていると思うので、試験です。